安全なところへ。抜かれてないぞ。He just look way better now. I upgraded my swords. You did? Yeah, and I got a new, I unlocked new stances. Let me share. Okay, okay. Or are you watching? Which is hilarious because is there a whole YouTube? Like, it's funny. Yeah. Okay. Okay, can you see it now? Yeah.Alright, so here's the... Oh, let me draw my sword. So this is the wind... This is the wind stance, right? Wait, I can hear myself through my microphone, so I can hear, like... my mic on my controller? Your mic's on, so I can hear it from the... YouTube video.
くやっていこうな。守りください。よし、かけ。Zips again, beat it!待たせてしまったな。ありがとうございます。助かった。道中気をつけよ。
あなた様なら猛虎に打ち勝てます。ご機嫌よろしゅう。どうかご分を。猛虎が霞むほど恐ろしい敵がいました。その伝承をお聞きください。助けを。影。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始めるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の滴る土より稲妻の獣いでたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて防ぐことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義人対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、阿弥陀氏たる秘典を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足、獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり、木は炭となる。ここぞとばかり重則は試練一戦なねぎりで、最後の獣が発るほど雨雲を裂いて空は晴れ、対馬は子供の中にけり。その後重則隠れすみていで会う者も稀なり、
類いなき勇と腕とを示しし者のみに四殿一閃の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げると、そやつも始末をつけさせねば。王子が言っていた橋、鳴き声がする。どこだ？お侍様、みんな殺されちゃって。犯人を見たのか？知り人でした。子が安平。聞いた名だ。槍川家の老頭だな。顔はわかるか？忘れたくて忘れられません。ついてこい。橋の向こうに足跡があるはずだ。蹄の跡。急いで逃げたのか？古賀について他に知っておるか？幾年も前に槍川家に仕えていたことしか。槍川家は反乱の後離散し、家臣も追放されたはずだ。古賀は対馬を離れ蒙古襲来の折に戻ったとか。その後のことは分かりません。いずれにせよ、あのような所業は許さぬ。先敵陣があるようだ。蒙古だ。隠れろ。参る。ヨンヒゲツサムライ。古賀康平という者を追っておる。さっきまで矢倉におりました。まさか蒙古と？はい。ですが言い争いを。重則という言葉は聞き取れました。矢倉を調べる。新手が来る前に身を隠すがよい。俺はずっと前から巴が気に食わなかった。先生に殺されない。小川は何をしておった？
白い歯、稲妻で色が抜けたかのようだ。重則の話は猛虎にも伝わっておる。古賀は奉仕の語りと比べたのか。試合場だ。これを探しておったか。古賀はいずこかで試練一戦を伝授されるつもりだ。この近くに白い葉をつける木があります。そこが行き先。助かったぞ。安全な場所へ逃げろ。承知しました。あのけだものを倒してください。白い葉の木を見つけねば。お侍様、ここを通ってはなりません。古賀はここの葉を集めたのか。あれか。白い葉、稲妻で色が抜けたかのようだ。
der Mundbeistarfler.犯人は猛虎を連れた男か、うん、祖父から試練一戦を授かるため連れ去りました。祖父の命が危ない。行き先は？祖父の稽古場、小松の海岸にあります。どうか祖父を。甲賀に得得させるわけにはいかぬ。誰かが切り倒して渡った。古賀が連れてきた猛虎だ。一番手は誰だ？試合場に違いない。古賀は何をしておった？古賀め、なぜ殺した？いつからあるのだろうな。足跡だ。新しい。安平、槍川の狼藉者め、昔のままだな。槍川が焼かれた様をお前は知らぬであろう。この15年もの間、わしは志村を切り殺すためだけに生きてきたのだ。叔父上に会うことはかなわぬぞ。あのじじいから死に際に試練一戦を授かったぞ。その身で受けろ。
よい。それは違う。この場で見極めてみろ。技のみでは俺には勝てぬ。かような才能があろうか。対馬を守るためにのみ試練一戦を使うとお主に誓おう。鍛えて差し上げましょうか。酒井様、十分な素材をお持ちください。礼を言う。これで我らも安全。友田の浜で猛虎がお侍に勝てたのは数で上回ってたからだ。時期お手伝いできることは？素材が足りないようですね。
銃は猛虎の武器にも負けません。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。これで安全です。きっとあなた様をお守りした。役立つものばかりです。ご自愛ください。金、材木、布を扱います。恐れながら数が足りませんね。また頼むぞ。Whoa!
してやる。このご恩は忘れません。さあ早く逃げよう。祈っておりました。行け、達者でな。殺されるかと思いましたよ。奴ら御作様の鎧を探し取りました。鍵をお譲りしましょう。あなたにこそふさわしい。御作の鎧必ずや守ってみせよう。
どんな鎧でも結構です。助かった。